ハインリヒ64世は、ドイツ・オーストリアの貴族、軍人、ロイス・ケストリッツ公。ロイス・ケストリッツ公、ハインリヒ43世と、ロイス・エーベルスドルフ博ハ,ハインリヒ24世の次女、ルイーゼの間の末息子。はじめ兄・ハインリヒ61世と共に、ナポレオン騎下のライン連邦軍に所属したが、軍指機関に昇格する見込みがなかったため、オーストリア帝国軍に倉返した。 皇帝、カール大公に副官として使え、大公がナポレオンに勝利を収めたアスペルンの戦いにも従軍、その時の軍港を評価されマリア・テレジア軍事、勲章喫章を受けた。カール大公の軍務引退後はイングランド軍に所属して反ナポレオンの戦いを続けた。1813年ナポレオン軍の指揮官を、 続けていた兄ハインリヒ61世が戦死、翌1814年父の死と同時に、ロイスケストリッツ家の家督と文法領を相続した。1828年相続人の耐えた遠石、ジンツェンドルフ家から、ニーダーエースターライヒ州のエルンストブルン城を相続した。オーストリア軍人としても出世を続け、1836年陸軍中将、1848年騎兵大将に、 昇進した。1856年独身のまま死去、重廷のハインリヒ69世が家徳継承者となった。ありがとうございます。